マルサンホビー動画チャンネルです。タコム35分の1スケールアメリカ軍重戦車 M103A2 の、ご紹介です。こちらの戦車は M48 もしくは M60 パットンの車体に120mm 砲を乗せたこのターレットの部分が搭載された、戦車になっております。で、中のマーキングシールで4種類のカラーリングが選べるようになっています。では今度箱の中を開けてみます。こちらが中に入っている部品になります。まずはこの連結式履帯の部品になります。一応履帯作るときはこういうジグも入っています。あとこちらも履帯のところのセンターのところになるパーツが入ってます。でこちらにはホイールやサスペンションの部品が入っています。でこちらは砲塔関係のパーツとか、車体のところにつけるパーツになってます。でこちらが、車体の後ろのエンジンの、フードの部分や砲身や防潤のカバー付きのパーツが入ってます。こちらにも、スプロケットホイールやあとサスペンションのパーツが入っています。あとこちらには、フェンダーの上につける部品やこのターレットつけるところのリングなどが入っています。こちらは照準器とかの部品が入ってます。あとこちらはフェンダーになります。あとこちらにも砲身やあとその他の細かい部品がついてます。でこちらが砲塔の部分になります。この上のこれがつくのをこう比べてみてもわかるようにすごいこの上の砲塔の部分が大きいです。でこれが車体の方の上側になります。でこれが、下側になります。そして、こちら、防銃のところにカバーつけないときにつけられるこのアルミ製の方針になります。あと、ホイール内に入れるポリキャップ。あと、牽引用ワイヤーのところに使う、これ金属製の、よってあるワイヤーが入ってます。あとは、クリアパーツで、覗き窓とかのところになります。あとこちらがデカールです。部品はこれで以上になります。こちらが組み立て説明書になります。まず開いていきますと、こちらの製作のアドバイスやアイコンの見方や、あとパーツリストになっています。そして製作の方がまず1番のところでは、車体の方にこのサスペンションのシャフトが入る部分の部品などを取り付けていきます。であとこの後ろ側の装甲のところにテールライトやあと牽引用のフックを取り付けたりします。で次に2番のところでは車体上部の方の部品をつけてハッチなどを取り付けていきます。一部ちょっとここにありますけれども 0.8 ミリや 1.2 ミリで穴開け加工が必要になります。それが終わりましたら、この車体の下側と上側をはめていくんですけど、その際に、ここの2つのサスペンションのパーツのところに接着剤がつかないようにセットしていきます。で次に、3番では、この車体の上のところのこのエンジンのカバーの部分や、サイドの装甲などを取り付けていき、あと、ライトのパーツなどを取り付けます。そして、後ろのこのエンジンのカバーなども取り付けていきます。次に、サスペンションの部分のこのショックアブソーバーのパーツを作っていきます。まずこちらの方は1つ作りまして、こちらは4つ作ります。でまず片側のところにこちらのサスペンションアームと合わせて部品をつけていき、あと後ろのこのドライブスプロケットがつく、シャフトの部分なども取り付けていきます。今度は反対側のショックアブソーバーの方を同じくこちらを1個、こちらを4個作って、車体の方にはめていきます。で今度は、このリターンホイールやロードホイール、あとドライブスプロケットなどを作っていきまして、そちらの方を、車体の方に、取り付けていきます。この上の方には片側6個ずつ、こちらにはまず7個、大きい方はつけていきます。あとフックなどを取り付けていきます。で次に、履帯の方を作っていきます。履帯の方はまずこちらのジグを使いまして、作っていくんですけど、この真ん中のシャフトの部分にセンターピンのところを、接着して固定が終わりましたらニッパーでこう丁寧に切り取っていくようになります。そして、履帯の方のまず、半分のパーツをここに並べていきます。そうしましたら
ここのパーツのところをはめていきまして、ここで、はめていくんですけども、ここもちょっとピンのところに接着剤がつかないように気をつけてください。で、片側80コマずつ作っていきます。で、できた履帯を、ドライブスプロケットと、あとこちらのホイールを使ってはめていきます。次に、左右のフェンダーパーツの、組み立てになりまして、フェンダーの上につく、車載道具や工具箱などを、取り付けていきます。そして10番のところでは完成したフェンダーを車体の方にセットします。で11番では、フェンダーの前側の方にこの、この補強材みたいなパーツを、取り付けたりしていきます。で12番目で、上の砲塔の部分の、パーツに細かい、この車載道具などのパーツなどを取り付けていきます。そしてこちら、逆側、右側の方にもパーツなどを取り付けていきます。次に、ハッチやキューポラのパーツを作っていきます。そして、機関銃の、部品を作りまして、でキューポラとところに、セットして車体の方にはめます。でこちらのところには、金属製のワイヤーのところを110ミリで切ったものをセットしていきます。で次にこちらの、棒順の方なんですけれども、カバーなしとカバーありを、選択式になります。あと、標準機のところのアームを作りまして、標準機を組み立てていきます。そして、カバーなしの方の、パーツを選んだときは、まあ、こちらの、2つのパーツのプラスチックの方針かもしくはアルミ方針で、作れるようになりまして、そして、下側のところには方針がこう上下に動くような可動部を、組み立てるようになります。で、カバー付きの棒順の場合はこれ固定式になりますので、この専用のこのカバーが付いた方針の方を作っていきます。そして、そのパーツをはめていきます。で最後に、車体に、ターレットの部分を固定し、でこちらの先のマズルの部分をつけて完成になります。でこちらの方が、カラーリストになっているんですけれども、こちらの方は外国のメーカーのアモの、塗料を使った、ちょっと記載になっておりますので、普段お使いの、カラーに合わせてちょっとこう、うまく塗っていってみてください。はい、これで以上です。タコムの新製品のプラモデルが出ましたら、どんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。